ベネツィア共和国の歴史では、ベネツィア共和国の誕生から滅亡までを解説する。東ローマ帝国の自治領として誕生した同国は、アドリア海と東地中海での貿易により繁栄し、強力な海軍を背景に、その半島は、ダルマチアをはじめとして、アドリア海沿岸から、イオニア海、エーゲ海、キプロスに及んだ。しかし、 大航海時代に入ると地中海貿易の重要性が相対的に低下し、また、オスマン帝国の侵攻により多くの領土を失ったことにより衰退していき、最終的にはナポレオン・ボナパルトに降伏して滅亡した。北、イタリアでは東ローマ帝国の影響力が減退するにつれて、ランゴバルド人やフィン族その他の民族による侵略が行われるようになった。 ベネツィアの町の起源は、これらの侵略者に対抗するための沿岸故障地帯における相互扶助組織である。726年には、これらの故障地帯において、最初の指導者としてオルソイパートが選ばれた。彼は、東ローマ帝国により承認され、ヒパプストデュクスの称号を与えられた。歴史的には、彼が、最初のベネツィアの同時であるとされる。伝承では、 697年にパオルッチョ・アナフェストがドージェになったと言われる。この伝承は11世紀の女債、ディコンによる年代記が初出であり、疑義があるが、慣例的に697年がベネツィア共和国の成立年とされる。いずれにせよ、最初のドージェはエラクレアで誕生した。オルソイパートの後継者であるデオダートイパートは740年代に、 本拠地をエラクレアからマラモッコに移した。彼はオルソイパートの息子であり、世襲制を確立させようと試みた。こうした試みは、初期のベネツィアにおいて、しばしばなされたが、結局、失敗に終わった。デオダートイーパートの知性に、ベネツィアは北、イタリアに残る、唯一の東ローマ帝国領となり、さらに、 フランク王国の兄弟化は、ベネツィアチの勢力図にも影響を与え始めた。東ローマ帝国との関係を維持しようとする勢力と、東ローマ帝国からの事実上の独立を目指す、勢力に加えて、フランク王国に近づこうとする勢力が発生したので、ある。この親フランク勢力は、主にカトリック教会の僧侶の支持を得て、フランク人である。 カロリング朝のオーピピン三世をいただくことにより、ランゴバルド人からの守護を得ようとした。少数派としては、ランゴバルド人の王国と手を結び、大国から距離を置き、近隣国同士の平和を重視する勢力も存在した。755年に、ガラガウロは、デオダートイパートを暗殺し、ドーゼの位についた。しかし彼は、翌年に死亡し、 トメニコモネガリオが後を襲った。彼の知性に、ベネツィアは、漁村から港町へ、商人の町へと変貌を遂げた。造船技術も、格段に進歩し、ベネツィアによるアドリア海支配の礎が築かれた。また、古代ローマを模して、五民館が制定された。毎年二人の五民館が選出され、ドー勢の失勢を監視し、権力の乱用を防いだのである。 ドメニコモネガリオは親ランゴバルド派であったが、後継のマウリツィオガルバイオは、親東ローマ帝国のエラクレア人であった。彼は764年から787年まで、在位し、ベネツィアの国力を充実させるとともに、世襲制の確立を試みた。また、ベネツィアの街をリアルトへ拡張した。マウリツィオガルバイオの死後、 その息子の序盤にガルバイオが同ェとなった。彼は、奴隷貿易をめぐって、カール大帝と争い、ベネツィア教会との圧力を招いた。803年のパクスニケフォーリにより、フランク王国のカール大帝と、東ローマ帝国のニケフロス一世は、ベネツィアが、名目上は、東ローマ帝国領でありつつも、事実上は、独立していることを確認した。 804年に、オベレリオ・アンテノレオが、ドージェに着くことで、二代続いていた、世襲の流れはついえた。彼は、カール大帝の神聖ローマ帝国に従属することを、選択した。しかし、ピピンによる信仰を招いたため、オベレリオ・アンテノレオは、民衆の怒りを買い、ベネツィアが、ピピンの軍勢に包囲される中で家族と共に、 逃亡せざるを得なかった。ベネツィアは最後まで降伏せず、810年、ついに、ピピン軍を退けた。これ以後、ベネツィアは滅亡まで独立を保った。千年頃のベネツィア共和国。811年から始まるパルテチパツヨ家の知性に、ベネツィアの街は、現代のものへと変貌を始めた。初代のアンジェロ・パルテチパツヨは、エラクレアの生まれであったが、 リアルトへ移民した。彼は、橋、運河、防壁、要塞、及び石像建築を充実させ、町は会場へと拡張された。これが、現代の会場都市ベネツィアの原型である。彼の息子のジュスティニアーノ・パルテチパツィオは、マルコの遺体をアレクサンドリアからベネツィアへと運び、ベネツィアの守護聖人とした。 パルテチパツヨケからドージェが三代続いた後のピエトロ、トラドニコの下で、ベネツヤは軍備の充実を開始した。これは後に十字軍やアドリア海の政界圏に大きく影響することになる。彼はスラブ人やサラセン人の海賊と戦い、海の安全を確保した。彼の治世は836年から864年に及んだが、 その後継者は再びパルテチパツヨ家から排出された。ジョバンニパルテチパツヨ一世である。八百四十一年頃、東ローマ帝国がクロトネからアラブ人の駆逐を試みた際、ベネツィア共和国は、それぞれ二百人を乗せた六十隻のガレー船からなる艦隊を東ローマ帝国の援軍として送ったが、これは、 失敗に終わった。ピエトロ・カンディアの2世の時代にイストリアの諸都市はベネツィアによる経済上の優位を認める条約を締結した。これを端緒にベネツィアはダルマチア沿岸における経済大国へと発展する。カンディアの家による先制的な支配に対し972年に反乱が起こった。そして 民衆に押されたピエトロ・オルセオロ一世が976年にドージェとなった。しかし、彼の怪獣路線は政治上の成果を上げられず、辞職してビターレ・カンディアーノに後を譲った。991年に周囲したピエトロ・オルセオロ二世以降、ベネツィアの関心は本土よりもアドリア海に向けられた。バシレイオス二世の近隣直所により、ベネツィア商人は、 免税特権を与えられたため、東ローマ帝国との貿易が著しく拡大されたのである。この種の特権は、東ローマ帝国人にさえ与えられていなかった。千年には、六隻からなる遠征隊をイストリアに派遣し、ベネツィアの総主権を認めさせた。また、スラブ人海賊を壊滅させることにも成功した。彼が、 ダルマチア公を自称したことに表されるように、ベネツィアは植民帝国への道を歩み始めたのである。なお、現在でも続いている海との結婚のお儀式を始めたのは、ピエトロ・オルセオロ2世である。1008年に彼が死んだ後、息子の夫・ネ・オルセオロが後を継いだ。彼は1017年の遠征により、 アドリア海の正解権を確固たるものとした。彼は、この正解権が、東ローマ帝国とフランク王国に挟まれて、ベネツィアが生きていく上での要であると考えていた。11世紀の叙人権闘争、すなわち新生ローマ皇帝ハインリヒ4世と、教皇グレゴリウス7世が聖職者の叙人権を争う中で、ベネツィアは中立を保ったために、 教皇庁との関係が悪化した。ドメニコ・セルボア、また、東ローマ帝国のアレクシオス一世、コムネノスの援軍として、アプリアにおける、ノルマン人との戦争に参加し、見返りとして、ドゥラスまでのアドリア海における、ベネツィアの支配権並びに、東ローマ帝国全土における、免税特権を保障する、金印勅書を獲得した。戦争自体は、失敗に終わったが、 この金印直書により、ベネツヤは名目上の独立を果たした。聖マルコの馬は、コンスタンティノポリスから1204年に、戦利品として持ち帰られた。中世世紀に、ベネツヤは、東ローマ帝国内における免税特権を活用し、東西貿易や、高新量貿易の仲介者として莫大な富を築いた。アジア全域から集められた商品は、 航海のアクスム王国を通るローマインド、通称ロマタはレバントを経由して、ベネツィア商人の手によってヨーロッパに届けられるようになったのである。さらにベネツィアは、その勢力圏のアドリア海からイオニア海への拡大を試みた。最初の試みは、1084年のドミニコ・セルボによるノルマン人との戦いである。 彼は艦隊を率いて戦ったが敗北し旧隻のガレー戦を失った。次に訪れた天気は第一回十字軍である。ベネツィアは当初十字軍が対立した東ローマ帝国やファーティマ町と商業で交流があったために参加を見合わせた。しかし十字軍国家が成立すると1100年から参加し200隻の船を派遣して、 シリアの沿岸都市占領を支援した。1110年、オルデラ・フォ・フェリエロは100隻からなる艦隊を率いエルサレム王ーボードアン一世の援軍として、イダを攻略した。そして、1123年には、パクトゥム・ワルムンディにより、エルサレム王国における名目上の自治権を獲得した。 こうして1082年の東ローマ帝国での特権、1095年のイタリア王国での独占保障、1123年のエルサレム王国での特権によって、ベネツィアは地中海東部を中心とした海外貿易への進出を決定的なものとした。12世紀には交易拡大のために巨大な国立の造船所、アルセナーレを建てた。国の総力をげて、 戦闘にも商業にも適した新しいガレン商船を、はじめとして、船舶の種類を増加させ、強力な海軍を持つようになったベネツィアは、地中海の派遣を手にする一歩を踏み出した。後に、ヨーロッパ世界の経済を握ったベネツィアに、各地から商人が集まってくる。世界で、初めて銀行の為替業務が誕生し、各国の大使館が置かれた。ベネツィアは、 東ローマ帝国に対し、有事の際に海軍を提供する代わりに交易上の特権を与えられた。しかし結果として、これは東ローマ帝国人の多くからの妬みを買った。1182年にアンドロニコス一世コムネノスが定位を狙い、コンスタンティノポリスへ侵攻した際に、ベネツィア人は投獄、または追放され、 その財産は没収されたのである。最も悪名高い十字軍とされる第四回十字軍においては、ベネツィアが人員輸送を担当した。しかし十字軍は船賃を払うに、十分な資金を集めることができなかった。ドージェーン・リコ・ダンドロは十字軍に対し、ザーラを攻略することで、船賃の代わりとすることを提案した。ザーラは1183年に、 ベネツィアから離反し、教皇と、ハンガリー王イムレからの庇護を受けていた。同じキリスト教国を相手に戦うことに十字軍内で異論はあったものの、結局はザーラを攻略した。十字軍はさらに、やはり、キリスト教国である東ローマ帝国に向かい、1204年に、首都コンスタンティノポリスを占領、略奪、殺戮。 女性に対する乱暴の限りを尽くした。ここでベネツィアは1182年の事件に対する報復を果たしたのである。ここでベネツィアはスータの戦利品を獲得し、例えば聖マルコの馬はサンマルコ寺院に飾られることとなった。東ローマ帝国の領土は十字軍参加国の間で分割された。ベネツィアはクレタやネグロポンテをはじめとする。 英華界の要衝を獲得した。クレタのカニアの町などは古代の都市キドニアの上にベネツヤによって築かれたものである。英華界の島々は1207年にベネツヤ領アルキペラゴ広告となった。東ローマ帝国はここで一旦滅亡する。1261年に亡命政権であるニカイア帝国が首都を奪回し東ローマ帝国を 復興した時には国力が衰えており、後のオスマン帝国の台頭を許した。この地域の派遣を握ったオスマン帝国はベネツヤ領を次々と奪うことになり、これは後のベネツヤ共和国の滅亡の伏線となる。1295年、ピエトロ・グラデニーゴは68隻の艦隊を派遣してアレキサンドリアにおいてジェノバ共和国の艦隊と戦った。 さらに1299年には100石の艦隊でジェノバを攻撃した。1350年から1381年までベネツヤは断続的にベネツヤジェノバ戦争を戦った。海戦当初は劣勢であったが、1380年のキオジャーの戦いでジェノバ艦隊を撃破し、東地中海の派遣を奪取した。ナフプリオの要塞。 ベネツィアの通商路の安全を確保するため、東地中海に多くの砦が建設された。15世紀初頭に、ベネツィアはイタリアへの領土拡大を開始するとともに、ダルマチア沿岸でもイストリアからアルバニアへと拡大した。ハンガリーのラディズラーオ一世は、紛争に敗れてナポリへ逃げたが、その前に、すでに事実上は失っている、ダルマチア諸都市の支配権を10万ルカートで、 売り渡したのである。ベネツィアは直ちにこの地域を統治すべく貴族を送り込んだ。例えばザーラにはフィリッポ・スティパノブが赴任した。これはミラノ公国のジャンガレ・アッツォ・ビスコンティによるハント拡大への対策であった。1408年にハンガリー王・ジギスムントとの間に停戦が成立したが、ベネツィアは停戦が執行するや、 イナやアクイレア、トロギル、スプリト、ドゥラスその他のダルマチア諸都市を占領した。これにより、ベネツィアのアドリア海支配は、確固たるものとなった。また、北東の陸路を確保することは通称の安全のために、必要であった。1423年から1457年の、フランチェスコ・フォスカリの時代に、ベネツィアは半島を著しく広げた。1425年に、 ミラノ公国のフィリッポ・マリー・アビスコンティと開戦した。ベネツヤ陸軍の司令官、フランチェスコ・ブッソーネがマクローディオの戦いに勝利したことで、西の国境はアディジェ川からアッタ川へと移った。これにより、ミラノ公国との緊張は高まり、1446年に、ベネツヤはミラノ公国、フィレンツェ共和国、ボローニャ及び、 クレモナの連合軍と戦った。ミケレット・アッテンドロ率いるベネツィア軍がカザルマッジョーレで勝利した後、フィリッポ・マリー・アビスコンティは死亡し、ミラノで黄金・アンブローシア共和国の建国が宣言された。そこでベネツィアはローディやピアチェンツァを占領したが、それ以上の新軍はフランチェスコ・スフォルツァにより阻止された。フランチェスコ・フォスカリーは、 フランチェスコスフォルツァに対し、ミラノの支配権を認める代わりにブレシアとビチェンツァを活上させた。しかし、フランチェスコスフォルツァの勢力が拡大すると、ベネツィアは再び、ミラノとの戦争に突入した。結局、事態は1454年のローディの輪によって収束した。ここでは、ベルガモとブレシアが、ベネツィア領であることが確認された。この時点で、 現在のベネトとフリウーリ、ベルガモ、クレモナ、トレント、ラベンナ、イストリア、ダルマチアがベネツィア領となっていた。東の国境はゴリツヤ及びオーストリアの降爵領と南はフェラーラ公国と接していた。海外領土はネグロポンテやアイリナなどであった。1450年時点でのギリシアにおける。 ベネツィア領百4 5 3年に、コンスタンティノポリスが、オスマン帝国の目フメと二世により攻められた際、ベネツィアは援軍を送ったが、ついに陥落し、再興した東ローマ帝国は滅亡した。しかしその後も東ローマ帝国の時代に確立された、拠点や利権を維持しようと試みた。オスマン帝国は、ハンガリーのフニャディアーノ州やアルバニアのスカンデルベクラに、敗北したが、 西への野心を捨てておらず、ベネツィアとの戦争は避けられなかった。1463年に、アルゴスにあるベネツィアの砦が破壊された。ベネツィアは、ハンガリーをマーチャーシュと同盟し、ギリシアの島々を、海から、同時に、ブルガリアを、陸から攻撃した。しかし、いくつかの小戦闘で、同盟軍は勝利したものの、 結局は撤退せざるを得なかった。1470年のオスマン帝国の大規模な反撃により、ベネツィアは、英ー界の要衝、ネグロポンテを失った。ベネツィアは、ペルシアや、他のヨーロッパ諸国との同盟を模索したが、十分な支援を得ることはできず、アナトリアのハリケルナッソスやスミュルナに小規模な攻撃を、加えることしかできなかった。一方、オスマン帝国は、 ペロポネソス半島を占領し、ベネツィア本国へ進軍を開始し、ウーディネの町にまで到達した。ペルシアやガルマイン公国からの援軍も撃破され、ベネツィアは孤立無援となった。アルバニアは、スカンデルベクの死後その大半を占領されていたにも、かかわらず、アントニオ・ロレダンの指揮によるシュコドラの抵抗により、オスマン帝国は撤退を余儀なくされた。しかし、 オスマン帝国は再びアルバニアに侵攻し、2年後にシュコドラは陥落、続いてフリーウーリもオスマン帝国に破壊された。1479年1月24日に講和条約が締結された。これによりベネツィアはアルゴス、ネグロポンテ、レムノス及びシュコドラを割上し、さらに賠償金1万ルカートを支払った。 この5年後に、メフメト2世の後継者である、バヤジと2世との間で、ケファロニアを手放す代わりに、ザキントスをベネツィアに返還する合意がなされた。1482年、ベネツィアは、強皇シクストゥス4世と同盟して、フェラーラ公国に侵攻し、フィレンツェ共和国、ナポリオ王国、ミラノ公国、およびエルコレ1世ですでて率いるフェラーラ公国の連合軍と戦った。 これは、フェラーラ戦争と呼ばれる。ベネツヤは、この戦争で大きな痛手を被ったが、結果的に、ポレージネとロビーゴを獲得し、イタリア半島における勢力を確固たるものとした。1480年代後半に、ベネツィアは、強行インノケンティウス8世とオーストリアのシギスムンドを相手に戦った。また、 フランス王シャルル8世に対するイタリア同盟にも参加した。また、1503年のイスパニア王国によるナポリ王国侵攻に加わり、アプリア港を得た。この港はアドリア海とイオニア諸島の安全確保において重要な役割を果たした。キプロス王国では後継者争いの中でベネツィア貴族のコルナーロケが影響力を増していた。 ジャック2世は、コルナーロ家の娘カタリーナ・コルナーロを妻として大いについたが、男子を得た直後に病死した。その男子は、ジャック3世となったが養成し、カタリーナが王となった。そして1489年、カタリーナはキプロスをベネツィアに譲渡した。15世紀末の時点で、ベネツィアの人口は18万人に及び、 パリに次いでヨーロッパ第二の大都市となっていた。ベネツヤ共和国の面積はおよそ7万キロ平方メートルに及び、総人口は210万人であった。行政上、ベネツヤ領には3つの区分が存在した。ドガードは首都ベネツヤとその周辺領域であり、海洋州にはイストリア、ダルマチア、アルバニア沿岸、アプリア港、イオニア諸島、クレタ。 英外海の諸島、キプロス、西南ヨーロッパ及び、近東の要塞及び、商業基地が分類された。安定地域は、ベネト、フリルーリ、イリリア沿岸、東ロンバルディア及びロマーニアであった。1499年、ベネツィアは、フランス王類12世と同盟して、ミラノ公国と戦い、クレモラを得た。同年、オスマン帝国は、 レパントを陸と海の両面から攻撃した。アントニオ・グリマーニは航海者であると同時に優れた商人、そして外交官でもあったが、ゾンキオの戦いで敗れ、フリウーリは再びオスマン帝国に略奪された。ベネツィアは全面戦争への突入を回避するため、軍事基地であったレパントも、ドンを呼び、コロニを活用した。ロマーニャは公式には、 強皇領であったが、現実には少量種が乱立しており、事実上の独立状態にあった。1508年、強皇ユリウス2世は、ロマーニャの支配を取り戻すために、ベネツィアの勢力をそぐ必要があると考え、周辺諸国との間に、カンブレー同盟を成立させた。新聖ローマ皇帝マクシミリアン1世は、フリウーリとベネトを、イスパニア王国は、アプリア港を、 フランス王国はクレモナを、ハンガリー王国はダルマチアを、それぞれ欲した。最初にベネツィアに侵攻したのはフランス王国である。1509年5月14日、アニャデッロの戦いでベネツィア軍は完敗し、フランス王国と新生ローマ帝国によりベネトは占領された。しかしアンドレアグリッティが1509年7月に、 パドバを神聖ローマ帝国から奪還し、さらに巧みな外交を展開することによりベネツィアは滅亡を免れた。アプリア港を活上することにより、イスパニア王国との講和に成功し、また、教皇ユリウス2世は、ベネツィアが滅亡すればイタリアは、フランス王国やオスマン帝国に占領されるのではないかと危惧して、神聖同盟を結成した。最終的には、 ブレシアとベローナをフランスから奪還し、あった川までの領土を回復した。初戦の完敗から巻き返したとはいえ、この戦争により、ベネツィアの領土拡大は終わりを告げた。1537年から1540年のタイオスマン帝国の戦争に、ベネツィアはイスパニア王国及び神聖ローマ帝国のカール五世と同盟して参戦した。 しかし1538年のプレベザの海戦でアンドレアドーリアを提督とする同盟艦隊は敗北した。1540年にベネツィアはオスマン帝国と講和しサヌード家のナクソス公国を割上した。これにより東地中海の政界権はオスマン帝国のものとなった。ベネツィアのガレー戦の小ぎ手は初期は ベネツィア市民のみで構成されていた。後にバルマチア人、クレタ人、ギリシア人なども多く加わったが、いずれにせよ1545年までは自由民がこの役についていた。しかし、ガレー船の増加に十分な小ぎ手を集めることが難しくなったため、鎖につながれた奴隷を小ぎ手として採用することにした。これは諸外国の海軍では、 古くから行われてきたことである。こうした奴隷による小ぎ手は、クリーストホロダカナルによって初めてベネツィアに投入された。1563年の時点で、ベネツィアの人口は16万8000人に減少していた。1570年にオスマン帝国は、ベネツィア領キイプロスを攻撃し、ファマグスタの町は13ヶ月の間戦い抜いたが、 ついに陥落した。オスマン帝国の帝徳ララムスタファパシャは、ベネツィアの総督マルコ・アントニオ・ブラガディンの川を這いで殺した。ベネツィアは、イスパニア王国、強皇長と共に申請同盟を形成し、ガレン戦208隻からなる艦隊を構成した。このうち110隻が、セバスティアーノ・ベニエル率いるベネツィア戦であった。帝徳は、 スペイン王フェリペ二世のイボテドンフアンデアウストリアであった。オスマン帝国の艦隊は新生同盟側とほぼ同数であり、アドリア海をレイジナで北上した後、パトラ湾のレパントへ補給のために有効した。新生同盟側はメッシーナに集結した後、10月7日にレパントのオスマン帝国艦隊を撃破。 117隻のガレー船を打破した。これが、レパントの海戦である。ベネツィアは、キプロス奪還を希望したが、フェリペにセイラが反対したため、新生同盟はそのまま解散された。結局、1573年にベネツィアは、オスマン帝国と交和し、キプロスを割上した。百七十五年時点でのベネツィアの人口は十七万五千人で、あったが、 1581年には12万4千人にまで減少していた。1687年、アテネを包囲するベネツヤ軍1605年に強行となった。パウルス五世の意向を受けて、バルバロ家のエルモラをバルバロラが聖職者に一般法廷で訴追されない特権を付与すべしと主張した。ベネツヤではこれに反対する意見が多数であり、強行への反発から、 教会への不動産譲渡の禁止と無許可での教会新築の禁止を決定した。そしてこれに違反したとして二人の聖職者を投獄した。パウルス・ゴセイはこれらの決定が教会法に抵触すると主張し撤回を要求した。ベネツヤはこの要求に従わず、パウルス・ゴセイはベネツヤにおける政務停止を決定した。 ベネツィアは、政務停止を意に介せず、聖職者たちに、通常の職務を遂行するよう要請した。サーボットオーダーの教会法学者、パオロ・サルーピは、1606年の時点で進学を呼び、教会法に関するシニオーリアの顧問であり、この、ベネツィアの決定を理論面から支えた。この件は、フランスの仲介により和解に至り、政務停止は1年後に解除された。 ベネツィアは、法の支配は、すべての市民に及び、一切の例外は存在しないことを確認した。1613年から1617年まで、オーストリアとの間に戦争が行われた。ベネツィア政府の記録によれば、その戦争の原因は、ハプスブルク家が、ウスコッチに、アドリア沿岸を攻撃させている、ということであった。ウスコッチは、 主として、ボスニアやダルマチアのオスマン帝国領からのキリスト教と難民であり、オーストリアに徴兵されて国境警備の任についていた。彼らは、セーニャに居住してアドリア海で海賊を行い、ベネツィアの懸案事項となっていた。ベネツィアは1613年にウスコッチ討伐を行い、1613年にオーストリア大公を破った。さらに、 オーストリアへ軍を派遣する一方、サボイア公国へ資金援助し、イスパニア王国の軍をロンバルディアで足止めさせた。この戦争で、オーストリアから決定的な勝利を得ることは、できなかったが、1617年の講和条約で、ハプスブルク家に対し、ウスコッチを内陸へ移住させることに合意させた。1617年、イスパニア王国のナポリ総督は、 アドリア海の支配権をベネツィアから脱出すべく艦隊を派遣した。これに続いて暴動や反乱の噂がベネツィア中を駆け巡り、オーストリアとの戦争のために集められていた各国からの傭兵隊の間で衝突が起こった。これはイスパニア大使ベドマルの陰謀であった。 このことを、ユグノの船長から知った1 2人に委員会は直ちに3人の容疑者を逮捕し、議会はイスパニア大使の即時送還を決定、イスパニア王国との緊張は1622年に最高潮に達した。アントニオ・フォスカーリには、ベネツヤア議会の議員であると同時に、中イングランド大使であったが、大使在任中の内通。 並びに帰国後に、イスパニア王国のスパイとして働いた容疑で、告発された。前者については、無罪となったが、後者について、有罪となり、1622年にピアッツェッタの、後主題に吊るされた。しかし、数ヶ月後に十人委員会は、彼は無実であり、陰謀の犠牲者であったことに気がついた。彼の名誉は回復された。 この事件はヨーロッパ中に知れ渡ることとなった。1628年から始まるマントバ、継承戦争の際にはフランス王国と同盟してハプスブルク家及びサボイア公国と戦った。ベネツィア軍は神聖ローマ帝国の攻撃を受けていたマントバの救援に向かったが撃破された。戦争は1631年に フランス王国の事実上の勝利として集結したが、ベネツィアはこれに貢献しなかった。戦争の影響として1629年から1630年にかけて、ベネツィアで国肢病が流行し、16ヶ月の間に5万人が死亡した。これは全人口のおよそ3分の1であった。これに関連して、サンタマリアデラサルテ制度が建設された。 1638年、ベネツィア海軍がクレタを巡回している間に、アルジェやチュニスを拠点とする、バルバリア海賊が16隻のガレン戦で、アドリア海に侵入した。海軍が戻った頃には、海賊はバローナに拠点を再構築していた。ベネツィアの司令官マリノ・カッペロは海賊を攻撃し、拠点を砲撃し、敵船を捕獲した。 これにより3600人の奴隷が解放された。これに対しオスマン帝国は中コンスタンティノポリスのベネツィア大使アルビーゼ・コンターリニを投獄した。この時は外交努力により戦争は回避された。しかし6年後にオスマン帝国はクレタ最大の港カンディアを攻撃したため交戦。クレタ戦争は25年続き。 17世紀のベネツィアで最大の懸案事項であった。1645年に戦争はベネツィア本土に飛び火した。オスマン帝国はダルマチアを攻撃したが、アドリア海での優位を生かしたベネツィアはこれを防いだ。しかし、同年8月22日、クレタの要塞カニアは陥落した。 1647年の8月から9月にかけて、オスマン帝国は、シベニクを攻撃したが失敗した。翌年、ベネツィアはクリッサをはじめとするいくつかの要塞を奪還した。ベネツィアの基本方針は、ダーダネルス海峡を封鎖することクレタのオスマン軍への補給を断つことであり、実際に1655年6月21日の、 戦闘やダーダネルス海峡の戦いで勝利したが、クレタでの戦況は好転しなかった。1657年7月17日から19日まで3日間、続いた戦闘では、ラッツァロ・モチェニーゴは倒れたマストの下敷きとなって死亡した。フランス・スペイン戦争が1659年に終結すると、 ベネツィアに対するキリスト教諸国からの支援が増大した。1666年にカニアの奪還を試みたが失敗した。1669年にはカンディアを包囲するオスマン軍に対しフランス王国の援軍が陸からモチェニー後の部隊が海から攻撃を行ったがこれも失敗した。フランス軍は撤退し カンディアには3600人の守備兵が残るばかりとなった。フランチェスコ・モロシーには1669年9月6日に降伏した。クレタはいくつかの小拠点を除いて割上された。ティノスやキティラといった島々やダルマチアはベネツィアが保有し続けた。1684年。 前年の第二次委員方位の勝利から、キリスト教国が反撃、大トルコ戦争の開始において、オスマン帝国に対抗するため、ベネツィアはオーストリアと神聖同盟を結んだ。後に、ロシア帝国も同盟に参加した。モレア戦争の初期に、フランチェスコ・モロシーニは、レフカス島を占領し、ギリシアの港の奪還に向かった。 1685年6月の頃に上陸に始まり、8月のパトラ、レパント、コリンと占領までに、モレアはベネツィアの支配下に入った。9月にアテネを攻撃した際、ベネツィアの砲撃はパルテノン神殿に命中した。また、ベネツィアはダルマチアからもオスマン帝国の勢力を駆逐した。1688年のネグロポンテ奪還は、 失敗したが、フランチェスコ・モロシーニの後継者は、大艦隊を派遣して1695年にミティリニ、で、1697年6月6日にアンドロスで、1698年にダーダネルス海峡で勝利した。しかし、ギリシアを奪還するには至らず、1699年にカルロビッツ条約では、オーストリアやロシア帝国に比べ、 ベネツィアが得た領土はわずかであった。過去2世紀の間にオスマン帝国に奪われた東地中海の拠点を奪還することはできなかった。1700年、スペイン継承戦争の前触れとして、フランス王国とハプスブルク家は共にベネツィアと同盟すべく死者を派遣した。ベネツィア政府は不透明のな成りゆきを警戒して中立を保った。結局、 戦争の終結までベネツィアは中立を貫いた。ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロのベネツィアに海の恵みを与えるネプチューン。この絵は海の支配と貿易から得られるベネツィアの富と力を表したものである。1714年12月、オスマン・ベネツィア戦争が勃発した。オスマン帝国はティノスやアイギナを占領し、 コリント地境を越えて、コリントを占領した。ダニエルドルフィに率いるベネツィア艦隊は、モレアの救援に向かうよりは戦力を温存すべきでは、ないかとの意見もあり、出足が遅れた。艦隊がモレアに到着した時には、ナフプリオ、モ、ドン、コロニ及びマルバージアは陥落していた。イオニア諸島のレフカス島と、クレタのスピナロンが及びスーダは、カンディア艦落語もベネツィア領であったが、 この時放棄された。オスマン帝国はさらにコルフに上陸したが、防衛隊が過労じて撃退した。オスマン帝国は、オーストリアとも先端を開き、バルカン半島で交戦していたが、1716年8月3日、オスマン帝国は、ペーター・バルダインの戦いで、オーストリアに敗北、翌1717 17年のベオグラード包囲戦でも、大敗した。 これを受けて、ベネツィア海軍は1717 17年と1718年に、エーゲ海及び、ダーダネルス海峡へ進行したが、かんばしい戦果は得られなかった。1718年7月21日の、パッサロビッツ条約でオーストリアは領土を著しく、拡大した一方、ベネツィアは、アルバニアとダルマチアでわずかに領土を広げつつも、モレアを失った。これが、 ベネツィアがオスマン帝国と戦った最後の戦争であった。滅亡の前年1796年時点でのベネツィア領。トスカーナ大公国がティレニア海に面して建設したリボルノの港は北海方面との貿易により発展した。さらにアドリア海に面した強硬領のアンコーナや1719年に 自由港となったハプスブルク家のトリエステのために、アドリア海はもはや、ベネツィアの海とは呼べなくなっていた。また、ジェノバ共和国は、古くから、ベネツィアの競争相手であった。これらの諸都市により、ベネツィアの通称は18世紀に衰退した。ベローナをはじめとする、本土東方の町でさえ、生活物資は、ジェノバやリボルノから輸入していた。 さらに、マグリブ沿岸の海賊により、ベネツィア商人は自由に往来することができなくなっていた。カルロ・コンタリーニやジョルジョ・ピサーニらは、少数の有力貴族による、過藤性を廃することを提案した。しかし、そうすることによる混乱を恐れたドージェ・パオロ・レニエールは、反対した。さらに一部の勢力が、この提案を政権転覆の陰謀であると主張した、ことにより、 カルロ・コンタリーには、カッターロの砦に、ジョルジョ・ピサーには、ベローナのサンフェリーチェの城に、それぞれ遊兵された。1784年から1786年に、かけて、チュニスの海賊は、マルタの西洋派ね騎士団により受けた被害の保障を、ベネツィアに要求した。もちろん、西洋派ね騎士団は、ベネツィアの管轄ではないから、 これは言いがかりである。しかし外交による解決は失敗した。アンジェロ・エモを率いるベネツィア艦隊は、チュニスを封鎖し、1784年11月と1785年5月に、スースを、1785年8月にスファックスを、同9月にラ、ラコレッタを、1786年に、ビゼルトを砲撃した。しかし、それ以上の成果を上げることができず、 議会は、エモと艦隊をコルフに呼び戻した。エモの死後、チュニストの講和が成立した。1792年までに、ベネツィアの商船は309隻にまで減少していた。1789年に、新興貴族のルドビーコ・マニンがドージェに選出された。選挙のための費用は18世紀になって高騰していた。 貴族のピエトロ・グラデニー・ゴアと述べた。コドロイポ郊外パッシリアーノのビラ・マニン。カンポ・フォルミオ条約締結に際してナポレオンは、ドージェであるルドビーコ・マニンの所有する、この館に滞在した。ベネツィア共和国はもはや自力で防衛することができなく、なった。1796年の時点で、 ベネツィアが保有していた艦隊は4隻のガレー船と7隻のガリオット船のみであった。また陸軍も主にクロアチア人傭兵からなるわずかな旅団があるのみであった。1796年の春、フランス共和国のナポレオン・ボナパルトはピエモンテを攻略し、敗走するオーストリア軍をモンテノッテからローディへと追撃した。 ナポレオン率いるフランス軍はオーストリア軍を追求して中立を保っていたベネツヤの国境を越えた。年末までにアディジェ川までのベネツヤ領は占領された。また、ビチェンツァ、カドーレ地方及びフリウーリはオーストリアが支配した。翌1797年の戦争の中でナポレオンはオーストリアとの急戦を模索し、 アルプスをまたぐオーストリアの領土確保を認めるようになった。1797年4月18日に調印されたレオーベンの和薬は、その条項の大半が秘密にされたが、ベネツィア共和国領をオーストリア領土とすることで休戦が成立した。休戦協定は、市街と石古城にのみ限ったベネツィア共和国の 存続を想定していたが、おそらくは、強行量の犠牲に対する保証であった。ブレシアやベルガモは、ベネツィア共和国に反旗を翻し、一方他の地域では反フランスの運動が広がった。ナポレオンは4月9日、ベネツィアに対して、戦争をちらつかせて脅迫した。4月25日に彼は、グラーツで、ベネツィアの代表に、以下のように告げた。 イタン神門も元老院もたくさんだ。私はベネツィアにとってのアッティラとなる。ドメニコ・ピザマーノは強引に入港しようとするフランス艦にリドの砦から砲撃を加えた。5月1日、ナポレオン・ド・ナパルトはベネツィアに戦線を布告した。フランス軍はベネツィアの街の端にまで迫った。フランスによって、 革命化されたベネト地方の投資では、臨時市政府が設立されていた。5月12日、ベネツィア共和国代表議会は、臨時市政府に権力を引き渡すことを決議した。投票総数は512であり、低速数には足りず、反対10、危険後であった。5月16日、ベネツィアの臨時市政府が設立された。 1797年10月18日、ウーディネ郊外のカンポ・フォルミオにおいて、フランス・オーストリア間の正式な講和条約が調印された。このカンポ・フォルミオ条約により、ベネツィアとベネツィア共和国領はオーストリアが領有することとなり、ベネツィア共和国は正式に消滅した。ありがとうございます。